死ぬのだとどこかで聞いたことがある。一度目は肉体が滅んだ時に、二度目は誰かに忘れられた時に。だから例えばの話をしよう。永遠に誰かの記憶に残ることができたなら、永遠に生き続けることはできるのだろうか。You know。